にはこちら。おお、兄さん。まあ吉本興業なんでいろいろ後輩もたくさんいまして、はい、仲良くしてる後輩もいろいろいるんですけど、はい、その日ね、B コースの武人っていうのといたんですよ、はいはい、ほんでもう一人そこにやってきたのが、中本っていうやつなんですけど、はいはいはい、この中本ってやつは実はまあ二十歳ぐらいまで女性経験がなくて、ほんで当時、すごいそのまま、ボロいアパートに住んでたんですって、はい、うん、隣が大学生でもう金髪のイケイケの大学生だったらしいんですよ、はい、男でね、うん、男の大学生だったらしいんですけど、はいはいはい、毎晩のようにその営んでる声が聞こえてくる、いろいろ営んでる声が聞こえてくる、はいはい、で我々からしたらうわすごいええやんけ、はい、そうですね、ね、はい、ってなるんですけど、中本にしたら童貞なんで、その他人の声を聞いて何か自分でやるとかそういうことがもうすごいなんかいけないことのような気がして、もうすっごい嫌やったんですって、その毎晩のように聞こえてくるのが、ほんである日言いに行ったんですって、すいませんと、毎晩のように声がすっごい聞こえてくるんですと、ほら向こうははぁってなって、いや知らんがな、何それ、うん、俺が俺の部屋で何しようが、うん、何お前に言われることあんねん、うん、いやでもすっごい聞こえてくるんです、うん、いや知らんがな、うん、ってなって、うん、中本つまり、いや僕実は童貞で、うん、いや知らんねんあそうか、隣に童貞住んでるから俺控えめだなって なるかと知らんしろ、何言ってんねんはいすいません、いやちょお前何なんマジでおい何やねんお前ってなって、すいませんすいませんみたいな中本になってるから、はい、まあ向こうもちょっと調子乗ったんでしょうね、うん、おい言ってはい言ったらベーって顔に唾かけて、で、その中本ってのはそんな全然普段おっとなしいやつなんですけど、はい、気付いたらまたがってボッコボコついてたんですって、はいはい、もうなんかパーンって切れたら行ってまうんですって、なるほど、みたいな、まあ、やつなんですよ、はい、そいつがご飯食べてる時に来て、はい、ほんで何しててんって話になったら、うちが千原兄弟が、出してる DVD で「千原トーク」っていうのがあるんですけど、はい、それをさっきまで見てたんですと、うん、であの話面白いっすねっていう話が、はい、これまたたまたまそのタケト一緒にいるタケトの話で、はいはい、そのタケトが奥さんと買い物行って、はい、あの女の人が試着してて出てきたから奥さんが服持って入ったんですって、はい、入れ替わりで、うん、ほんでタケトその前で待ってたら若い男の子がバーって来て、その試着室をパッて開けて、うわあって閉めて、ほんで周り見て、あ自分の彼女、はいはい、さっき出て行った彼女見つけて、はい、おいお前入ってると思ってお前開けたら違う女のケツ見ちゃったよ、はい、って言われて、タケットブチーくれて、おいっつって、せめんなら、おい痴漢が出たぞーってなって、ミッセージ響き渡る声で、はい、おい痴漢が出たぞ痴漢が出たぞーって言って、こいつとにかく恥ずかしめに合わせなかったって言って、おい痴漢が出たぞみんなーって言って、ね、ほんでも女の子、うわー泣き出して、しゃがみ込んで、それを彼氏が、大丈夫やから、大丈夫やからって言ってるんですって、はい、おいなんだてめえ、この野郎、謝れよ、この野郎、おい痴漢が出たぞって、うわー騒いでたら、警官二人バーッ来たんですって、で警官バーッ迷うことなく、タケト連れて行ったんですっていう、あの話面白いですねっていう話をそこでしたんですよ、はいはい、ほんでうわーって喋って遊んで夜中帰ろうかって夜中3時ぐらいに、その中本っていうのはまあ古い2階建てのいわゆるその玄関の前にそれぞれこう洗濯機が置いてる、はいはいはい、まあコーポみたいなところの2階の真ん中ぐらいに住んでるんですけど、彼女と同棲してるんですよ、はいはい、で夜中3時ぐらいに帰ってパーッと階段上がったら自分の家の前に作業着着た45、6のおっちゃんが立ってるんですって、ってなって3時過ぎやから、ってなって怖い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 ってなって、いやー聞いたらさーって彼女がシャワー浴びてる、怖い、聞こえるんですって、えーどこだどこだってパッて見たら、そこで自分のものを出して、ほんでもううわーってなって、まだ切れそうになったんですけど、あかんかんかんと、今もちろん芸人ですし、あかんかんどうしようどうしよう、さっきの話やと、
痴漢までだぞー言ったよ。さっき武田さんから聞いてた話で、痴漢までだ、痴漢までだぞーと、ブワーあちこち電気突き出して、うん、アパートからもバー人出てきて、うん、この階段こっちしかない、もうおっさん、うわー閉まって、はい、うわーテンパって、ほんな警察ガー来たんですって、うわー言っておっさん、洗濯機開けて入ったんだよ。やらせねえ人がこうテンパると何するか分からないなっていう、追い込まれた、追い込まれたらまで行ってもですね、いやすごいな、気づいたら気づいたら入ってた、行きますよ、行きましょう、はい、はい、はい、河本、はい、どういう話、はい、犬の太郎吉っていう話、まあ家族で犬を飼ってまして、お、まあね、うん、楽しく過ごしてたんですが、うん、まあ親の関係で離婚することになりまして、お、で、まあ僕らはおかんの方に、うん、お姉と3人でまあついて、うん、でまあ引っ越さなあかんっていう風になったんですけど、うん、その犬も連れてね行きたかったんですけど、引っ越す先が、うん、その犬は飼ったらあかんと、うん、言われた、はいはいはい、そういうことあるね、でこれでお姉がブチギレて、うん、その親の勝手な理由で別れたのに、うん、なんで犬まで捨てなあかんねんと、そらそやな、それむちゃくちゃやでっていうことで、うん、おかんと大喧嘩したんですよ、うん、でも、まあ、犬を取るか家を取るかってなったら絶対家を取らんとあかんわけなんで、うん、まあそうそう、ね、まあ、お姉が泣く泣くじゃあもう樽吉をもう捨てようか、もうこれもしゃあないわってなって、うんうん、でも3人でも大泣きですよ、もうほんまにもうこんなんで捨てなあかんって、犬の気持ちにもなってみたらこれえらいことやで、うん、うわーって泣いて、でお姉がこう抱き上げて、で樽吉ごめんねって言ってるんですけど、なかなかこう話せないんですよ、で大泣きで、でもこれ僕しっかりせんとあかんなと思って、うん、お姉ちゃん貸してって言って、うん、ごめんな樽吉って言って、うん、まあ、山にそっと置いた瞬間、タロキチブワーッて言って、タロキチが言ってもだ、そんな逃げたか、悲しいな、悲しい、全く伝わってなかったよな、そのこっちの愛情、ね、愛情は全く一方通行やったなあと思いました、いきます、はい、星野、出てない人言っときますか、あ、ご丁寧にいいですか、最近で一番ちょっとこう不意をつかれたっていう話なんですけど、嫁と六本木を歩いてまして、嫁おんねんもんね、あ、そうなんです、昨年結婚したんですけど、嫁と六本木普通に歩いてて、だ嫁が、あ、偽物の照英やって言って指差したんですよ、うん、と思ってパッて見たら、うん、確かにこの絶妙な似てなさ加減の照英さんみたいなちょっとちっちゃい感じの人がおったんです、なんか分かるような、そうなんです、それがもうおもろってほんでそのやっぱ不意にその嫁が偽物の照英やっつって、うん、その言ったその偽物の照英という表現もぴったりの人なんですよ、うん、ほんま偽物の照英なんですよ、うん、ほんでもう面白くて、それが、うん、で面白い反面ちょっと悔しなってきて、うん、そんな面白い偽物の照英を見つけた嫁にちょっと悔しい心もあって、ちょっとこの歩いてる最中に偽物の誰かを僕も見つけようと、こう結構まあ普通に喋りながらも結構もう血眼になって絶妙なラインの人を探してたんですよ、ほんだら前の方を歩いてる春人がおって、で後ろ姿やったんですけども大柄の人で、これはもうまさに偽物のあけぼのやと、うん、いう感じの人がいたんですよ、で嫁にほら見てみと、うん、偽物のあけぼのおるでつ、おるで、うわほんまや偽物のあけぼのやみたいな、うん、よっしゃとええの見つけたみたいな、うん、でうわ偽物のあけぼのや、初めて偽物のあけぼの見たなみたいな感じで盛り上がって、うん、でまあこう通り過ぎ際にこう前は顔はどんな感じなんやろうなと思ってもうチラッ
ってみたんですよ、うん、ほんだらそれあの偽物のあけぼのじゃなくて、うん、本物の小錦やった本物の小錦やったびっくりして本物の小錦やった初めて生で見たってなった話変わってもって話変わってもって負けやゲームは負けや負けや本物の小錦やった水の技じゃなどう捉えたらええやろなでもそれなゲームは負けですよ、ね、まあ負けかもう見つけてしまったんで結局その日は勝たれへんかった勝てなかったですいきますはいどうぞ、これはですね、マクドナルドに行って、うん、でそこでちょっとまあお茶飲もうかなと思って一人でわって上がったんですけど、うん、まあ結構混んでたんですけどカップルが二人おって、うん、で一個挟んでまだ空いてたんで、うん、ちょっと挟んでこうここに座ったんです、うん、ほんで、ね、まあ食べようかなと思ったらこっちのカップルの男の人の方が、うん、彼女に平浜でも行くっていう話になったんですよ白浜でも行く白浜です白浜ですちょっとこう、はい、ちょっと受けてはるんで、ね、白浜でも行くって言うからまあ行ったらええんちゃう思ってまあ時期もええしなーっていう話になったからねほんでまあちょっともう食べるのまあ4割こっち6割ぐらいの感覚になって思っててでまあええわ思ってたら女の子が急にその彼氏ですねにあのこれプレゼントやねんって言って箱を渡したんですね、うんうん、ほんだらその男の人が嘘マジ嬉しいわサプライズや言うてはるでサプライズよかったな思いながらビーバーで飲んでたらマジで嬉しい俺が欲しかったやつかな言うてほんでまあええんちゃう思ってでその人がカパッて開けたら急にね何これって言うんですよ、うん、あれさっきまで白浜でも行くって盛り上がってわーって何があったんやろ思って、うん、もうその段階で僕もガン見してるんですよ、うん、でええって言って、うん、中から出したら阪神タイガースの帽子やったんですよ、うんうん、で俺こんな欲しい言うた俺欲しい言うたのハンチングの帽子だってハンチングの帽子じゃないよ俺これ言ってないよ俺ハンチングの帽子でもうハンチングの帽子やんか普通間違えるって間違えるわでも誰も悪くない話だよ発熱がお前が悪いよ彼女の優しさいろいろ誰も悪くない話悪い人一人もいけないですよ科学前途科学的には前途出なかったですよ西森君が、はい、しばしお待ちください、僕あの実家が鉄工所をやってましてあのコンビニぐらいの大きさの小さい鉄工所なんですけど、うん、ゴミ処理場に個人で行ったことはないと思うんですよみんな、ね、大体ゴミ処理場に個人で行けるんですよ個人で行けるの、はい鉄工所なんでトラックもあるんで会社のゴミとか家のゴミとか全部トラックに積んで個人でゴミ処理場に行くんですよ、はい、そうなんです、うん、なんか何曜日の何時までとか決まってるんですけど、はいはい、ほんで車ごと重さを測ってほんでその何円です言うても激安なんですけどそれで行くとね、うん、ほんでゴミ捨てるのがね変わっててねこのスロープみたいなところをブワーッと上がっていってほんでギリギリにこのちょうどこんな感じですね、うん、こんな感じのセメントの水の入ってないプールみたいなところに、はいはいはい、トラックギリギリ後ろをグワーッとつけ てね、そこにバンバン投げていくんですよ、うん、高いところから、うん、ほんでグワーッ投げていくんですけどそこ の業者のおっちゃんが結構ね作業を早めるためにと思うんですけどすごい偉そうなんですよ、うん、それもいけそれいけはいけはいけもういけもういけもういけ投げ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 でそれそれなそれなそれなそれバイクの部品ちゃうかバイクの部品あかんからあかんからみたいなずっとそんなの早いね、それはそれはそれテレビなのあかんの決まってないのお前それもあかん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 それはいけそれはいけ投げるそれはいけるそれはいけるって言ってでテレビとかバイクとか産業廃棄物とかそんなあかんの知ってるやろ何知らんのお前らみたいな感じで親父と二人で行ったんですけどずっと怒られて投げたんですよほんで親父がテレビとかそんなあかんやったらでっかい昔のファックスあるけどあれもあかんから持ってからなあかんわ言うたら業者さんがファックスはいけるってブワー基準なんや基準は分かんない基準全く分かんない
産業廃棄物ちゃうの。多分な名前なんですよ。名前。テレビって名前がダメなんですよ。あ、そうなの、はい。バイクとか。ファックスはいけない。ファックスはいけない。三文字があかんのかな。何やろな。ファックスはいけない。ファックスはいけない。かなりの重量やで、ほんでファックスって。慣れてますからね。すごい勢いで投げてます。ファックス投げて。な、引っ越し屋でも慣れてる人って一人で持てる角度があんねんな、あれな。急に軽くなるんですよね、コツがあって。あねあねあね。冷蔵庫とか一人で持てたりするねんな。親父怒られんの嫌だね。いや、近くでね。いきます。涙出るな。はい。これはまた僕の小学校の時の話なんですけど、いつもお母さんのこう肩を揉むと、1000円お小遣いもらえてたんですね。その日はどうしてもちょっとこれ正直言いにくい話なんですけど、お母さんのおっぱいが触りたってしゃあなかったんですね。小学校、いやいや引かんといてくださいよ。小学校、小学校や、小学校ぐらい、3年ぐらい。ちょっと大きいです。ちょっと大きいちょっと大きいんだけど、はい、まあまあ触りたかったんですよ、はいはい、で今日お母さん肩もみしたら、お母さんのおっぱいを触らしてって言ったら、お母さんの、まあええよ言う、1000円いらんから、1000円いらんからおっぱいを触らしてくれって言って、ほなええよ言って、でまあ終わったんですよ、もんで。で、お母さん、ちょっとおっぱい触らせてくれる言うて。ほな、お母さんも、まあ、ええよ、言って。ええよ、って。で、お母さんの おっぱい、こう、触ってたんですよ。で、なんか、こう、ブラジャーとかも取って、ずっとお母さんのおっぱい、こう、触ってたんですよ。おかしい。じゃおかしいよ、もうおかしいよ、俺は。おかしいよ。でね、で、こう触ってて、お母さんの先っぽをこう、舐めた。吸いてもらった。吸うて。ほんで、吸うて、やったら、なんか、ニュルッと出てきて、え、何かなと思ったら、ってやったら、海みたいな。もう、正直、なんで言うたか分かってる。でも言わんとね。でも言わんと。ピースはね。言わんと。そうです。まあね、はい、これ言うていかんと。滑らない話は。滑らない話です。あ、まだまだか。福岡の話、福岡にまつわる話なんですけど、はい、まあ、仕事から福岡に移動が結構多くて、飛行機で移動するんですけど、福岡も結構人気で、結構満席が結構よくあるんですけど、まあ、ちょっと数年前なんですけども、その時も、満席という情報はいただいてて、まあ、乗ってたんですけど、たまたまそのギリギリまで僕のこっちが空いてたんですよ、はい、もう満席って聞いてたんで、やっぱちょっと隣が空くとやっぱりちょっとね、はい、ゆったりできますし、まあ、肘のこの関係もありますから、うん、あ、よかったなと思ってたら、ギリギリに一人の女性が飛び込んできたんですよ、はい、でその人は外人で、うん、欧米でもなくアジア系でもなく中東と見られる、まあ、女性で、でなんかいでたちもちょっとタンクトップにちょっと一枚羽織っただけで、うん、まあでもちょっと色っぽいというよりはどっちかというと妖艶な、あ、ちょっと怪しい感じの女性が僕の隣にドッと座ったんですよ。で座るなりにものすごくため息をつくんですよ、うん、でおもむろに携帯電話出して喋り出すんですよ。でも機内は電話ダメなんで、ね、まあ客室乗務員の人がちょっと電話やめてくださいって言うんですけど、それを制してものすごく怒鳴ってるんですよ、電話に向かって、わー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 、何言ってるか分かんないですけど、とにかく怒ってるんですよ。でもう怒って、もうな、まあ、日本語で言うとバカ野郎みたいな感じで、うん、携帯でバックの中にバーンって携帯落として、もう一回大きなため息をつく、ため息をつくんです、はーって。で今度は何だろうと思いながらちょっとチラチラ見てたら、システム手帳出して、でシステム手帳こう開くから、それをチラッと見たら、まあおなじみのアラビア文字みたいな感じでバーンと書いてて、でその日の日付のところにものすごくバッテンマークをつけました、バッテンをわっと思って、でなんかここからも僕の妄想なんですけど、こいつなんかしでかすんじゃないかと、というのもちょうど僕その当時24にハマってまして、とあるエピソードで女スパイが飛行機爆破して自分だけパラシュートで逃げるっていう、そういうエピソードがあったんですよ。そうなってくるともうそうとしか見えなくなってくるんですよね。多分この私はやりたくないと言ってると、うんうん、でもなんか人質に取られてるか分かんないですけど、もうやらざるを得ない、はい、やるわよみたいな感じで切った。でそのシステム手帰って、でそのシステム手帳にこう×印をつける、はい、
だから罰じゃなくてもう X デーだと、はい、妄想だけで辻褄が合ってくるんですよ、はい、そうなってくるともう僕その事実知ってるの、うん、僕だけじゃないですか、はい、でももうギリギリに飛び込んできたからもう滑走路に、はい、うん、あの滑走路にもう向かってるわけですよ、はい、で今なら止めれるけど、うん、証拠もないし、うん、武器を発見したわけでもないし、はい、あどうしよう、もう俺しか知らない満席の、うん、ね、福岡行きの飛行機、いやどうしようどうしようと言ってる間にもう飛行機がどん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 加速していくわけですよ、はい、どうしようって言ってる間にもう飛行機がふわっと浮いたらもうしょうがないですよね、もういざという時は俺が取り押さえるか、もうとにかく寝ずにもうこの人の番をしようと思った時に飛行機が離陸したと同時にその女の人もまた深くため息をつくんですよ、腹決めたみたいな感じで、はぁ、あ、って言って僕の方をふっと見て、で片言の日本語でですね、私今日日帰りよって言った。泊まりたかったんですって。屋台とか行きたいわね。屋台とか行きたかったんですよね。そうだね。直前になんか入ったんですかね。日帰りだから。日帰りも行ってね。泊まりたいですね。日帰りしんどい。そうですね。泊まってたから。知らんがな今話です。まあすごいホッとしたんですけどよかった。行きます。はい。うん。あ、あ、星や。この場合どうしたらいいと思います？松本さんだけ出てはるな。僕行った方がいいですかね。はい、あ、じゃあ僕行きますわ。はい、一昨年ぐらいの年末なんですけど、はい、あのマンションに住んでまして、でそのマンションが変っていうかね、まあ車ですよね。で駐車場があるじゃないですか。で車にリモコン入れてて、こうついたらこうビーッと開いて、で中入って、でまあ勝手に閉まる。でおかしいのが、普通そういうマンションってシャッターの横に中からもシャッター上下できるみたいな。でうちのマンションあんねんけども、鍵がかかっててリモコンじゃないともう上下できないんですよ。ほんでまあそれはまあしゃあないかと思ってて、ほんで車降りて、でエレベーターで上上がるんですけど、そのエレベーターの手前にも1個ドアがあって、でそれは部屋の鍵で開けて、で中入らないといけないっていうシステム、なんかこう結構もう防犯裁マンションで、まあまあしゃあないなと思って、で年末ですよ、僕家一人でおって、あ車に忘れ物したと思って、でちょっと取りに行こうと思って、でエレベーター乗ってふーっと降りますよね。でもう薄着ですよ、寒いけど、まあまあ車にちょっと取りに行くぐらいやから。でドアガチャッと開けてバタンって閉まった時に、あー何にも持ってきてない、はい、鍵も置いてきたまま、はい、ってことは、はい、このドアも開かない、はいはい、シャッターも開かない、はい、車の鍵もないからリモコンも取られへん、はい、なんとかなるか、いやなれへんなれへんあれあれ閉じ込めるもうね、スウェットなんですよ、もうこんなもう何回ももう洗ったやつやから、七分袖のもうこんなスウェットから、はい、めっちゃ寒いですよ、はい、あれどうしたらいいねん、ほんまパニックですよ。ほんでそんな大きいマンションでもないから人の出入りもあんまないな、はい、夜ももう12時ぐらいなんで、はい、うわどうしようと思って、もうとにかくなんとかせな俺このまま凍え死ぬから、はい、このいろいろ悩んで、このドアをなんかガラスの合成樹脂みたいなガラスなんですよ、これをもうぶち破るしかないと。そうですね、うん、で消火器があったから、この消火器で車の窓ガラスを割ってリモコン取るか、このドアを割るしかないと。車のドアはやっぱりあのガラスを割りたない、でこの消火器持ってもう割ろうと、もう後で弁償したらええわと思って、持って思いっきりもうブルースウイルス的な感じでバーンやったらバイーン強化ガラス倍の力で押し返す。行けば行くほどね、これはいかんと。でその防犯カメラみたいなのが宿舎があるから、もう必死でこうやってるんですけど全
全然の音沙汰もない、はいはい、どうすんねやと、はい、ほいで駐車場の横の壁があるんですけど、この壁にあのホッチキスのでかいみたいなこんなはしごがあります。とにかく外に飛び出るしかないということで、はい、それも結構高いのよ、はい、それをバーッと1個目が高いの、はい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 、ガッジャンプしてグーッ上がって、はい、上まで上がってその駐車場のその塀の上に立っただけや、はいはい、何もない何もない俺はやりようがない戻るしかないまた戻ってただ1個目高いからもう飛ばなさん、はい、ガーン飛んだらスタンなって後頭部ガーンってパッて見たら防犯カメラめっちゃあるからまたガー隠れてなんか怖いよ、あ、かっこ悪いやんか、ガーンなってあかん思ってもう一回消火器やめたらバイーンやって気分もうめっちゃ寒いよ、めっちゃ寒い、でもどうしようと思って、はい、もうシャッターのとこからずーっと人通んの待って、はい、ほなね15分ぐらいかな、はい、OL さんみたいなのが2人、はい、でも暗いね俺のそのマンションのそこ、はい、すいませんすいませんえ何何ちょっといいですかちょっといいですかでバー来てはーってそうやねんそうやねんどうしたんですか、いやちょっと駐車場から出られなくなって警察呼んでもらえないですか、はい、ほいでその女の子に警察呼んでもらって、はい、ほな警官来て「おいおいどうしたの?」とか言われて、はい、いやすいませんこういうことで言うたら向こうからなんかトランシーバーみたいなので「どうしたどうした?」みたいなって、もう明らかに俺に聞こえるように芸人さんが閉じ込められてますその住人が帰ってきてなんとか開けてもらって鍵あげるのって もうすいません言うてもう家帰ったようなことでそれは最悪ですね、最悪ですね、恐怖ですね、はい、で俺その OL さんにあのルミネのタダ券あげてもうちょっと出てませんよ、出てない、出てません、なんでそこ後輩に託すんですもうちょいええもんあげてくれよかったぞ、いやご苦労様でした、あ、川島、あ、どうですか、まあ、僕が小さい頃の話なんですけども、うん、僕親父がものすごい真面目な人で、うん、あの板金塗装も40年ぐらいやってる、うん、今で言うたらもうほんまに家でも頑固という感じで、うん、間違ったことあったらバーンと平手打ちするという、うん、本当に真面目な親父で、で全然家族で旅行とか行ってくれなかったんですよ、うん、で夏休みや言うてみんなはどっか行くどっか行く言うて、僕もやっぱ羨ましいから、いやお父さん俺もちょっと家族どっか連れてってくれいう話をして、いやあかんそんなあかんよっていうこと言われてたんですけども、あまりにも僕が言うから分かったと、ほなこの夏家族で会社で旅行に行く、会社で社員旅行があるから、うん、ほなお前も分かったそれついてくる来たらええやんかと、あやっと優しいことをやってくれたよなと思って、うん、で行ったんですよ、うん、ほな向こう海があって、でバーッと泳いだりしてわー楽しい一人ですけども、もうなんか海行ってることでテンション上がってわーっとして楽しんかって、うん、ほんでそれ夜も宴会になって、宴会で親父の隣でずっと飯とか食うて、ね、みんながどんちゃんどんちゃんやってんのを、うん、あー楽しそうやな思って、ほんでその宴会が一段落ついたら麻雀をしだしたんですよ、で親父が一つの趣味でやって麻雀をやっててそれも僕もまだテンション上がって寝れへんからずっと後ろで見てて、ほんで親父が真剣にやってた他の社員の方が、あれ川島さん今日そういえば全然下ネタ言わないねって言い出してだってあれってなって、ほら他の、まあ、2人目ですが、そうだなんか足りないと思った、川島さん全然エロいこと言わないんだもん早くほら早くほらもう、ま、マンズが出てます、マンズが親父が耳ばっかだってあんな真面目で親父が普段会社で何をやってるの親のそういう一面は見たくないな、高橋、あ、はい、ちょっと前に、はい、新幹線乗ろうと思って、うん、東京駅に一人で行ってたんですよね、うん、であの両手に僕荷物持ってて、荷物塞がってる、手が塞がってる状態でこう新幹線待ってたら、うんうん、僕の前に二人おばちゃんが電車待ってたんですよ、うんうん、でパッと僕の方見て、うん、あなんか
芸人やんなみたいな、うん、はい、何やったっけ、うん、あ、サバンナですサインちょうだい、うん、何やったっけの時点でいるかとは思ったんですよそうでもねでもまあまあはぁーなーって思ったんですけど、うん、両手塞がってる、うん、もう僕のことをいまいち分かってない人や、うん、あっていうのが言ってないですよ言ってないですけど、うん、一瞬顔に出たと思うんですよ出たんかな今そんなサインあーみたいな顔出た、うん、ちょっとだけ出たと思うんですよ、ね、ほんならそのおばちゃんが、うん、やっぱいらんわ好きちゃうからそんなこと言われることあると思ってでもまあしゃあないわあーしゃあないしゃあないことないけどしゃあないと思うと思って乗ったんです乗ったほんなら、うん、たまたま、うん僕の後ろの席やったんですよ、そのおばちゃん二人が。うん、で、うわ、どうしようと思って、でも後ろに、そういう人らがいるというストレスを抱えたまま2時間半大阪まで行くのはこれきついなと思ったんで、うん、解決しておこう、このわだかまりをと思って、うん、わって僕の、後ろに向かって、あ、さっきすいませんでした。サイン先できなかったんですけど、今やったら全然できるんでやりますって、こっちから言ったら、うんうんいやだからいらんって好きちゃうからうわなんじゃこのおばあ二人やどうしようってなったんですよこんな腹立つ人おるとかでもう僕はなんか復讐したろうと思ってなんかないかなと思ってただ言い返して大きい声出すのも違うし、うん、なんやねんとか言うキャラでもないし、うん、なんとかこのおばはん二人を懲らしめる方法ないかなと思って僕が思いついたが、うん、意外なタイミングでリクライニングを倒すしかないもうこれしか俺に残された復讐の方法はないびっくりしよるからな、はい、だからそっから僕はもう移動の車中でずっと、うんまあ、車窓に浮かぶおばちゃんのお茶の蓋が開いたまま置かれるかどうかだけを見てるんですよいつやいつやほんなら名古屋過ぎたぐらいで蓋を閉め忘れて置いた今やグイーン倒したらかすりもしませんでした新幹線のリクライニングの角度ようできたよそんなガタンってなれへんしなならないですよそう昔はガタンだったんやろな綺麗にはぁっていうまあねえどないやっちゅうはほんまこの間なんやけど車で俺走ってたらあの安田大サーガスの、はい、めっちゃでかいヒロっていう、はいはいはい、めっちゃでかいやつが、はいはい、夜中にゲンチャリに乗って走ってたんですけど、はいはい、全然進んでなかったあんなすげえ怖いって怖いってもう怖いってすごいなそんな愛すべき父親の話なんですけどもある番組で、まあ、宇都宮真紀ちゃんっていうすごいいっぱいご飯食べれる芸人の女の子がいてるんですけど、それを僕知らなくて、で焼肉屋さん高級焼肉に番組の中で、まあ、印税入ったし後輩にご飯おごったらよみたいなノリで連れてかれて、あいいですよって言って行ったらめちゃめちゃ食われてすごいもうほんまに何十万と払わされるみたいなロケがありまして、でまあそのすごい高級店なんでほんまとろけるような肉やとか言いながらみんな食べてて、でまあ僕払わされて最悪やと思いながら、まあ番組やからいいわと思ってたら、父親からメールが来まして、俺もあんなとろけるような肉食べたいわその時また税金とかも払う前やったんで、いやいやお父さん待ってくれと、まあ、明らかに調子乗ってるからちょっと今すぐだかと思って、あのお金はそんなことに使うお金じゃないと、まあ贅沢もしたいけども家族がこれから暮らしていくために使わなあかん、家も買わなあかんかもしれないし、どんなか分からへんから今ちょっと待ってくれって言ったのに、いやいやいや食べたい食べたいみたいなただはこれるんですね。ほんでまあまあほんだら正直まあ僕は後輩とご飯行く時に無理して焼肉行ったりもしてたんで、まあ家族に食わせるのもおかしいかと思いまして、じゃあお父さん食べようかとお父さん家行って話してたんですよ、どんな焼肉行こうかみたいな感じで、あのしゃべってる時にパッとお父さんがやっぱりテンション上がってるんでしょうね、あんま笑ってなかったんですけど、一番今再開してから一番笑った瞬間に口角上がった瞬間にパッと歯見えたら一本しかなかったんですよ、うん、よいよ見たこれ焼肉食われへんやんけ
15年間で何やったかしら、逆に食わなきゃいけないか、お前。あ、それでとろける肉入れてなかった。なるほど。なんでやなんで逆にとろける肉しか食べられない。今は兄弟3人で入れ歯をプレゼントしました。なるほど。安い肉でも食べる。焼肉を食べる。ええ話やな。ええ話や。サッカーのなでしこジャパンの澤選手とすごい友達で仲良くさせていただいてるんですけども、澤選手ってやっぱ本当キャプテンで日本の象徴みたいな感じで、結構こうたくましいイメージというかすごいイメージがあると思うんですけど、皆さん結構天然で可愛らしい方なんですよ、澤選手って。はい、僕メールを結構やらせていただいてるんですけど、絵文字が多いんですよ、澤選手。一番多い絵文字がサッカーボールなんですよね。今度ご飯行こうね、サッカーボールみたいな。昨日入江さんのあのロケ見たよ、サッカーボールみたいな。全然ロケの内容と関係ないんですけど、サッカーボールみたいな。可愛いなみたいな。だけどそんな澤選手って、日本も愛してるんですよ、本当に。もうサッカーも大好きですけど、日本のこともすごい愛してて。3年前ぐらいですかね、僕が一人で単独ライブやった時に、澤さんが見に来てくれたんですよ。はい。それで僕が本番前にやっぱ、こう緊張してたんです、楽屋で一人でこう。じゃあ澤選手が、こう楽屋に来てくれて、入江さんっつって頑張ってねみたいな来て、どうしたのっつったら、いや緊張してんだよっつったら、なんで緊張してんの、緊張するでしょ、新ネタやるんだからっつったら、入江さんそんなんで緊張してたら日の丸背負えないよって言われたんですけど、背負うことないですよ、澤さん、お前みたいな、何澤さんそれって言ったんですけど、この間僕日の丸背負うことがなったんですよ。はい、あのちょっと他局なんですけども、そこで世界合コンって企画がありまして、僕が日本代表出ることになったんですよ。それで相手韓国代表のアイドル軍団と合コン対決して、モデルさんと合コンしてどっちが面白いかみたいな対決です。日の丸背負ったんですよ、僕。わ、来たと思っちゃって。そしたらそのオンエアを澤さんたまたまなんか見てたみたいなんですけど、僕残念ながら負けちゃったんですよ。まあ、夜中の3時ぐらいですかね、澤さんからメールが来たんですよ。頑張れ日本って。どんだけ好きなんだよ。日本どんだけ好きなんだよって言って。と思ったんですけど、それを昨日僕電話で、滑らない話で話したんです。全部本意気で今みたいに。で、この話していいかなって言ったら澤さんが、いいよ、でも滑らない話でしょ、入江さん、滑んないでねって言われたんですけど、今日大丈夫ですかね。それは知らん。っていう話です。すごいよ。すごい話です。前にね、キムとか後輩と、まあ、大輔とかも一緒に、あのグアムに行ったんですよ。でグアム行って、で僕らああいうとこ行くと割と一人一個の部屋じゃなくて、もうみんなで一緒に寝たらええやんみたいなことになるんですけど、で、ただやっぱみんなと寝る時でも俺はやっぱりこう気を使うわけ、起こしたらあかんな、悪いなって思うから、トイレ結構俺近くなってしまうんだけど、割とそーっと歩いて、で、まあ、いやらしい話、その何便器の、その真ん中でドボ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 って、これで後輩起こすのも、何や、悪いなと思うから、こう、縁にね、できるだけこうやって。で、終わった後も、流せへんの。このジャバーで、起こしたら悪いなって思うから、俺それ、なんぼ後輩でもやっぱその辺は気使うねんっていうのを、グアムの二日目ぐらいの夜に、飯食うてる時にちょっとそんな話をした時に、キムが、えらい感銘を受けて、お前ら聞いたかと。兄さんはこんだけ我々後輩のことをね、考えてくれてはんねん。お前らもそれぐらい気ぃつこうてやれよ、っていう話をして、わかりました言うて、で、橋本っていうね、もっと後輩のやつがいたんですけど、まあその日の夜もみんなでこう寝てたんで、で、キムもキムちょっとおしっこ行きたなって言うけど、誰か起きてきたなと思ったら、その橋本っていうのがトイレにずーっと静かに、静かに歩いとるな。ほんで、なんか静かなのよ、と。何にも音もせんと、またふわって、その橋本が出てきよって。ああ、これも兄さんの言われたことっていうか、ああ、やっぱよかったな。よし、じゃあ俺も静かに今度おしっこ行こうと思って、ばーっガチャってあげたら、うんこ流してなかった。おーおーいいじゃないですか。初登場で。初登場。いきなりですか。よろしくお願いします。
願いします。お願いします。池上彰さんの池上彰さんあの学べるニュースショー、はいはい、大ヒット番組、はいはい、あれはもともと僕がメインだったのが、はいはい、まあいつの間にかどんどん端に追い出られ、はい、まあ、最終的には番組から消えるっていうのは結構有名な話だと思うんですけど最初真ん中おったもん。真ん中だったんですよ。じゃあ僕はそのメインだった時の話、はい、まあゴールデンで初めてでこのメイン MC なんて相当気合入ってるわけですよ、はい、どうにか成功させたいと思って一生懸命頑張ってたんですけど数字がとにかくあんま振るわない、うん、まあ大体8ぐらいよくて9、うん、どうしてもこの2桁の壁が破れない、うわーどうにかしたいなーなんて言ってたらちょうどその頃僕は結婚決まったんですよ、うん、そしたらプロデューサー楽屋に来て、うん、あのその結婚をちょ番組で生放送で報告しませんか、うん、いや確かにそれ数字取れる方法だけど分かるよとちょっと下品な数字の取り方じゃないですか、うん、ま、僕なんかちょっと禁じ手だなみたいなのがあったんですけど、うん、まあなんせやっぱ初めて成功させたいから、うん、分かりました、じゃあ生放送でやりましょうって言って、で、生でその結婚報告して、で、その婚姻届をこう届けるやつを全部回して、やったんですよ。結果、6%。マイナス2に低いな。気持ちも良い悪かった。ゴールデンの下がる。うわぁ、恥ずかしかった。下がるね。下がりましたよ。大沢あかねがマイナス2。マイナス2に持っていかれました。マイナス2。いや、裏がなんか強いとかじゃないです。全くの平場だ。これはね、通常か。これはなんか補填してほしいよね。こんだけ人のプライバシーをさ。こんな恥ずかしいこと。こんな恥ずかしいことないの。この辺ばっかりやん。そうですね、結構前なんですけど、うん、僕あのダウンタウンがまだ東京大阪をまあまあこう行ったり来たりしてるぐらいの頃やったんですけど、まあ、これね正直僕結構スキャンダルを抱えてまして、でこれがバレたらもうちょっとうわもうシャレならんなみたいなことがあったんですよ。でもうバレたらどうしようみたいに思った時やった。で当時大阪でラジオをやってて、でそのまあまあまあそんなことも言うててもしょうがないから仕事は一生懸命やらなあかんわって車で自分で一人で運転して、あの忘れもしませんよ占領下にあった毎日放送、はい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 、車でバー向かっていやもうすぐ着くってなったらその毎日放送の前で照明がバーってついてカメラうわー芸能レポーターが2人ぐらいでしたけどね いるんですよ、はい、あかん、あ、はい、うん、絶対あかんと思って俺ちゃうやろな俺ちゃうやろなと思ってお願いしながらもこう運転して行ったらもう止められて窓コン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 、はあ、最悪や、はあ、もうちょっともう声も震え気味で、はい、でルイータキって何ですかって言ったら浜田さんにお子様が生まれたんですおめでとうございましたいやーよかったですか心から男の子ですかこんな中で俺普段そんなちゃうやんけみたいなうわよかったな多分これ V まだ残ってますよ、そうそうありそうじゃん痛いいや見たいなものすごいテンション高かったんですよあの V 見たいんですよね僕も自分でねいきます。はい、僕の今のマネージャーがですね、言葉遣いというか言葉のチョイスがちょっとおしゃれすぎて、うん、ちょっとイラッときちゃうとこあるんですよ。ただまあこの世界なんてあのスケジュールが入る、うん、でなくなるなんか、うん、まあこれしょっちゅうことなんですけど、はいはい、急にちょっとおいしい仕事入った、うん、ねこれちょっとおいしかった仕事なくなったみたいな、うん、例えばこういう時もスケジュール帳パワー持ってきて、うん、コバさんいい知らせと悪い知らせどっち聞きたいみたいな言うんですよ。めんどくさいねめんどくさいですよ。まあでも決して悪意があるわけでもなし僕も実害を食らうわけでもなし、まあ、別にその怒ることもなかったんですけど、まああのちょっとした事件が起こりまして、まあ、ある番組でゲストで僕が呼んでいただいたんですよ。でその仕事はそのマネージャーにとって僕にとって相当大事な仕事やと意気込んでたみたいですね。この仕事うまくいくかいかんかでこの玄道小林というタレントの今後は変わると意気込んでたみたいな、僕はそれ知らされてないんですよ。だから普通にゲストで行かせていただいて、ほんでまあそんなね、まあそんな無茶苦茶意気込むわけいつも通りじゃないですか。まあやって。でまあ幸い皆さん結構笑っていただいたんですよ。はい、でまあ満足感持って楽屋に戻ったらですね、
ガチャってあげたら、いつもならお疲れしたっていうマネージャーがもう何も言わないんですよ。うん、ちょっとね、もうこんな、うん、あれみたいな、うん、おい、お疲れみたいな、うん、あの今だから言いますけど、コバさんね、うん、僕はこの仕事をコバさんの今後のね試金石と捉えてたんですよ、うん、これ言わなかったですけど、僕はこの仕事でコバさんに100点満点取ってほしかった、うん、でも残念です、うん、今日の点数発表します。何すかそれ、面倒くさいな。でも残念です、うん、今日の点数発表します、うん、120点ですっていう。結構めんどくさかった。めんどくさいな。でも悪意はないんでね。なるほど。じゃあ行きます。これはいい。ああ、来た。はいはいはい。うん、こう定食屋さん。